お願いいたします。記者会見が終わりだということですので、まずその記者会見ですけれど、大臣はこの記者会見という定例の、1日2回なさっているものは誰のため何のためあるとお思いでしょう。これはある記者が質問されて大臣は答えるものではないとおっしゃいましたが、国民から見ればとても重要なことなので、ぜひこの場で誰のため何のため記者会見をなさるのか教えてください。内閣官房長官、菅義偉さん。この会見でも何回か申し上げてますし、この委員会でも申し上げました。官房長官の会見の趣旨というのは、記者の質問に対し、政府の見解、立場を答えることであって、そして記者が個人的な意見や主張を述べるための場ではないというふうに考えています。安倍さん。はい。記者がなぜ質問なさるかといえば、その背景にある国民の知りたいこと、今国政がどうなっているか、我が国がどのような方向に向かおうとしているかなどを記者なりに自分の文脈で問うものだと思います。官房長官にはくれぐれもお願いがございますが、その記者たちの向こうには国民、そのこの国の行く末を本当に固唾を飲んで見守っている国民があるという思いで常に臨んでいただきたいと思います。菅内閣官房長官。先般の私の会見の話なんだろうというふうに思います。実はぜひお聞きをいただきたいんですけれども、今申し上げましたように、記者会見というのは政府の見解、立場を答える場であるというふうに考えています。そして長年にわたって記者会主催の内閣記者会ともですね、会見を主催します。そこは認識を共有しているというふうに思っています。しかしその記者会見の中で個人的な意見や主張を述べ続けている記者がおりましたので、この会見というのは政府の公式見解、政府の考え方を国民の皆さんに、記者の皆さんから質問を受ける中でお伝えすることが基本ですよと、そういうふうに実はこの間私発言するときに午前中に申し上げました。またそれが午後の会見でもですね、同じような質問があったんです。そこで改めて私は、この場所は記者の質問を受ける場所ではないです。意見を、記者の質問を受ける場所であって、意見を申し入れる場所ではありませんよと、明確に申し上げました。そしてそれ以前にも、こうした特定の記者の方から、意見や、自分の主張を質問の前に延々とこの話し続けている。そういうことで、これ東京新聞に私どもは申し入れをいたしました。そうしたら、返答いただいたんですけれども、記者会見の間で意見を述べるのは当方の方針ではありません。そういう回答をいただきました。そしてこの間も、その午前中にその会見があって、午後からもまた同じ会見があったもんですから、私はその記者の方にですね、会社からもそのような意見を述べるのは当社の方針でありませんよという紹介もさせていただきました。そしたらまたその直後にですね、この会見を一体何のための場と思ってますか？とこういう質問があったんです。私は午前中に今申し上げましたけれども、政府の公式見解、政府の考え方を皆さんに質問いただく中で国民の皆さんにお伝えすることが基本ですよ。こう言い、そしてまた午後の会見でも今申し上げましたように、記者の、この場所は記者の方から質問を受ける場所であって、意見を申し入れる場所ではありませんよと。
そして私ども、かつこういうのが度重なったもんですから、かつて東京新聞に申し入れした際に、新聞社から記者会見の場で官房長官に意見を述べるのは当社の方針ではない、こうも言われてますよ、私こう申し上げたんです。そしたら、この会見を一体何のための場と思っているんですか。これ3回目ですから、私は同じ答えを繰り返すつもりはなくですね、そういう意味でその趣旨の回答をしたわけであります。いずれにしろ、政府としては官房長官会見が国民の知る権利に資するものになるように、今後とも内閣記者会と協力をしながら、私どもは進めていきたい、そのことに変わりはありません。安倍さん、はい、今ご答弁いただきましたように、国民の知る権利に資すると。で、記者が意見を言ったかどうかは、まず自分の意見を言わないと質問の趣旨が伝わらないこともございます。先ほど のここでのこの予算委員会でのご発言もそうですが、それが自分の思いやこう考えるんだけれどもどうだろうかという形で投げているということも、これは官房長官人間の対話と会話でございますので、ぜひご認識いただきたい。官房長官が意図してある記者とある記者を分け隔てしていくようなことは、くれぐれもそのような印象を与えることも含めてないように、これはお願いしたいと思います。はい、菅内閣官房長官。私は全くそういう思いはありません。いずれにしろ、事実に基づいて発言をしていただきたい。事実と違うことを何回か質問してるんですよ。あるいは私が午前午後2回記者会見しますけど、午前中記者会見で私が言ったことがないことを、午前中長官はこう言ってました。そういう会見もあったんですよ。ですから、それはいくらなんでも、あまりにもですね、これ、公の会見ですから、今日も45分からですね、お時間を頂戴をして、30分また会見に行きますけども、やはり、一つの大きな公的仕事だと思ってますので、そこでその会見の様子というのはですね、まさに全国、海外にも、発信をされているんです。そこで事実と違うことを、私いくらでもこう思ってますから申し上げたいと思いますけれども、ですからあまりにも事実と異なること、さらに私が発言をしてないこと、そうしたことがですね、瞬時に私もこれ質問通告ない中でやってますから、その場で答えることは私やっぱりできないと思うんです。ですから何回となくですね、その申し入れをその記者の所属する東京新聞にさせていただいて、新聞社からもですね、ここは意見を述べる場じゃないという回答までいただいているということも、ぜひご理解を賜りたいと思いますし、私自身常に国民の皆さんにですね、政府のまさに考え方というもの、基本姿勢、そうしたものをですね、できる限りご理解をいただけるように丁寧に説明させていただきたいと言っている、こういうことであります。安倍さん、逐一の今の官房長官の事実確認は私もこの場でする気持ちはありません。ただこの間の流れを見ておりますと、どうしても国民に向いたこの国をどういうふうに向けていきたいかという、そういう政府の会見という形には受け止められません。これは非常に不幸なことですし、これから望まれる会見においてもぜひ原点を忘れずにやっていただきたい。で、官房長官、お時間がないので私は一つだけ短くご答弁ください。子どもの権利条約ということに関して、我が国が1994年に批准しておりますが、2019年1月16、17、国連での人権委員会でのさまざまな審査を踏まえて日本に勧告がございました。この委員会でもいろんな方が取り上げられている児童虐待や、あるいは児童への性暴力や学校での問題、本当に日本がこれ世界からどう見られているのかという問題で、このことについて
政府としてのお取り組み、特に私がお願いしたいのは、子どもの権利を守るための子どもの意見表明、そして第三者機関、何がどこまで進捗したのか、こういうことについてもっと政府が、私はリーダーシップを取ってものを動かしていくべきと思います。お願いいたします。菅内閣官房長官。まず、自分から声を上げられない子どもの権利を保障するために、子どもの権利擁護を図る方策を重視していくことは、極めて重要なことだというふうに認識をいたしております。その際に具体的な取り組みの詳細については、関係閣僚が出席されておりますので、答弁あろうかと思いますけれども、第三者的立場から自治体に対して意見具申を行う、現在この児童福祉審議会、この活用を促進をしたいというふうに思います。さらに24時間子ども SOS ダイヤルなど、まさに学校外で悩みを相談しやすい仕組みの充実、こうした取り組みを進めております。また、例えば、児童虐待の対応に際しても、児童相談所における弁護士の外部の専門家の配置だとか、あるいは学校におけるスクールソーシャルワーカーの配置を進めることで、子どもの視点に立ったより効果的な体制強化が図られる、このように考えています。引き続き関係各省において、こうした委員からご指摘がありました、この第三者的な視点、こうしたものを生かす実効的な方策を検討し、子どもの権利擁護、ここをしっかり図っていきたいと思います。安倍さん。第三者機関の機能がある種弱いからこそ、ここまで問題が次々と露見し、事後、後を追うように対策がなされています。ぜひ、今官房長官がおっしゃった機能を強めていただきたいと思います。では、どうぞ、会見にいらしてください。はい、ありがとうございます。続いて、文科大臣にお伺いいたします。この間、この委員会でも皆さんがお取り上げになった、栗原美也ちゃんの事件で、誰もが本当に痛ましいと思うのは、子どもの必死な訴え、先生どうにかなりませんかというものが、教育委員会によって無視された、二重のネグレクトなんだと思いますが、文科省にあっては、教育委員会並びに学校現場に対して、子どもの権利、日本が1994年に批准した子どもの権利ということについて、どのように周知徹底をなさっておるのか、また足らざる部分は何なのか、お願いいたします。文部科学大臣柴山雅彦さん。児童の権利に関する条約、今ご紹介をいただきましたけれども、まさしく児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものでございます。基本的人権の尊重を基本理念に掲げる我が国の憲法や教育基本法等と、基を一つにするものであります。本条約の批准を契機といたしまして、各教育委員会や学校においては、児童の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育の充実を図る観点から、教職員に対する研修の実施、教職員向けの指導の手引きの作成、児童生徒向けの理解推進資料の作成、人権意識の向上を図るためのシンポジウムの開催などの取り組みを進めてまいりました。なお、例えばいじめについては、各教育委員会や学校において関係機関と連携しつつ、未然防止、早期発見、早期対応のための取り組みを実施しているところでございます。安倍さん。はい、大臣、そうはおっしゃいますが、もし今回、教育委員会が子どもの権利について十分自覚があったら、子どもが素直に書いたアンケートを、なぜ今問題になっているような形で見せたのか、子どもの声ということ、先ほど、自衛隊のご家庭に生まれてという方の声もありました。私は、やはり耳を傾ける、そしてその子の思いを、受け止める仕組みがあまりにも欠けていると思います。今大臣がおっしゃったことは一般論です。しかしなぜそうできてないかということを柴山大臣が大臣の任期中にぜひ検証していただきたいです。学校は、日本の学校は子どもの権利条約の勧告でも取り上げられるように、体罰は多い、いじめは多い、自殺は多い。そしてせっかく書いたアンケートは、これは本当の秘密の思いです。
それをどうして見せてしまうのか、本当にこれはどの国民も信じられない。学校現場に子供を預ける親は、こんなところに預けて大丈夫だろうかと思ってしまいます。不幸なことですので、よろしくお願いしたいと思います。引き続いて、この、みやちゃんの問題で取り上げさせていただきますが、昨日も立憲民主党の西村智奈美さんが、分科会において取り上げましたが、実はこのみやちゃんの事件というのは、ご家庭が DV、家庭内暴力というものに支配された中で起こったことであります。そして昨日の審議の中でも、例えば児相と婦人相談所、あるいは、暴力に遭った女性の相談センターなどの連携ということが言われましたが、根本大臣、具体的に何をするんでしょうか。何をすれば連携なんでしょう。今、虐待の半数以上は、家庭内暴力の過程で子供がその暴力を面前とし、あるいは自分もさらされ、親は萎縮した気持ちの中で子供すら守られなくなっていく。じゃあ、児童相談所と DV センターと協力する、連携する、何をイメージしておられますか。根本大臣に伺います。厚生労働大臣、根本拓実さん。配偶者からの暴力、DV の問題がある家庭で子どもが育つことは、心理的虐待に該当し、児童相談所が指導や一時保護を行う必要があります。また、DV が行われている状況下では、虐待の制止が困難な場合があるため、子どもの安全確保を最優先して対応する必要があります。このため、配偶者暴力相談支援センターの機能を持つ婦人相談所において、母子を同時に一時保護するなど、児童虐待と DV の特性や、これらが相互に重複して発生していることを踏まえ、適切に対応することが必要であると考えております。これらの配偶者暴力相談支援センターと、児童相談所等の関係機関が連携を強化するためのルールについては、本日、厚生労働省、文部科学省合同プロジェクトチームにおいて定める予定であり、周知を図っていきたいと思います。また、合同プロジェクトチームは、内閣府も参画しており、さらに必要な対策については、連携を図りながら検討してまいりたいと思います。安倍さん。はい。もうはっきり申し上げて、私は会議は踊る、されど進まずだと思います。今、厚生労働大臣の根本さんの手の前には、具体的にやれることがあると思いますので、私は提案をしたいと思います。まあ、今般、昨年の暮れに、日本で激増する児童虐待に対して、政府の中でも、まあ、閣議で強化プランというものを決定されております。今まで児童相談所というところが多く子どもの虐待の、まあ、受け止める場所とされておりましたが、今般の強化プランの中では、各市町村の自治体の窓口に、子ども家庭支援課というふうな形で、子どもと家庭を支援する最前線をヒッチしなさいと。あっちもこっちも全部置いてくださいというようなお考えに、私は一歩も二歩も三歩も進歩したと思うのです。というのは、例えば DV 被害のお母さんたちも、婦人の相談センターに行きなさいと言われても行きません。まして、もっと婦人相談所一時保護所なんてなかなかです。そこに至るまでの、その自分の現実を、まず誰かに共感してほしいし、相談することすらできないのが多くお母さんたちです。ですから、子供もまた児相にはなかなか行きません。親も嫌がるから。婦人相談所にも行きません。行かないうちに事態が深刻化してるんです。だからこそ、市町村の窓口に、例えばです、今大臣がおっしゃった、婦人相談員、家庭相談員と申し上げてもいいです。そういう人を窓口に配置することによって、
違うご相談で来られても、あ、なんかちょっとそのような懸念があるかも。まあ実はミヤちゃんのケースがそうだったと思うんです、糸満市の。でも、そこの最前線には婦人相談員はおられなかった。ただ何度も申しますが、これからは児童虐待への対応の強化として、自治体窓口の強化というすごくいい方向性を出されたわけです。ここに婦人相談員を、私は、ここは、地域の幼体協、幼保護対策協議会との連携する人材を置くということも、今度書かれております。進歩です。と同時に、半数が DV なんですから、その、ヒアリングのスキルを持ったり、共感を持てる女性相談員を置くべきだと思います。これは、もしお役所の方に伺いますが、現在何人くらい市町村に配置される婦人相談員がいるかご存知でしょうか。厚生労働省、はい、子ども家庭局長、浜谷博樹さん。お答えいたします。婦人相談員の配置でございますけれども、平成29年4月1日現在で、全国で1447名、このうち、婦人相談所に配置されているのが170名、残りの1277名が福祉事務所や都道府県及び市の本庁、市長などに配置されております。うち市には981名が配置されております。婦人相談員は配置の根拠である売春防止法上、婦人相談所のほか、福祉事務所との連携を担う役割に期待されておりまして、都道府県は義務設置、市は任意設置とされております。任意設置となっている市につきましては、現状、その中での配置率は4割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしまして、配置の拡充を要請しているところでございます。安倍さん。はい。今回の強化プランで、以前は置くことができるとされた市町村窓口を筆致になさい。なさるような方向だと私は拝見しています。今は言われた婦人相談員もぜひ筆致にしていただきたい。今4割。これだけ日本中に DV、虐待も溢れている中で最前線で止めていくということが私は子供を死なせない、あるいは母親を加害者にしないための第一と思います。大臣、検討していただけますか。いかがですか。根本厚生労働大臣。今私も委員の話を聞いて、非常にこの家庭総合支援拠点の重要性、あるいは婦人相談員の配置、これは非常に重要だと思っております。で、婦人相談員は今お話ありましたように任意設置で、市区における婦人相談員の配置率は4割にとどまっておりますが、今のお話のように、これはきめ細かく DV 支援を行っていくためには、まず市区における婦人相談員の配置を進めることが必要であって、厚生労働省では自治体に対し、配置の今要請を行っております。まあ、いずれにしても市区町村子ども家庭総合支援拠点と婦人相談所、あるいは拠点と婦人相談員が連携体制を構築して、これらの機関などが共同して DV 被害者に対し必要な支援を行うことが重要と考えており、配置も含めて DV 被害者の支援体制の構築を進めてまいりたいと思います。安倍さん。はい。お母さんにとって敷居が低くて相談できるっていうことがすごく大事なんです。大臣にはぜひ前向きに検討していただきたいし、例えばです、婦人相談員ではありませんが、明石市などでは、この子ども家庭支援の窓口に、保健師さん、助産師さんを配置して、子どもの家庭訪問の時に、二人体制で行きます。一人が赤ちゃんを抱っこして、一人がお母さんのお話を聞くと。そうやって、わざわざ DV として、こう、牽制になってからじゃなくて、日頃の小さな生活の目の中に何かお母さんにとって SOS があれば拾ってあげるくらいにしないと、私は今の状況というのは孤立した育児、本当に厳しいと思いますので、この件も合わせてですね、その窓口の強化ということをぜひやっていただきたいと思います。時間の関係でここはご答弁を求めません。
さらに私どもは昨年野党として産後ケアセンターというのをの設置を法制化してくださるよう法案を出してございます。産後ケアセンターとは今実家に頼れない、すなわち自分の実家は遠い、あるいは実家のご両親も自分自身が晩婚家だからご高齢になっていて介護が必要な場合もある、あるいはいろんな意味で必ずしも気楽に頼めないなどいろんなケースがありますが、実質的に実家と称する本当の血縁のものよりも街中の実家と言われるように、出産して体の回復がまだ整わない間、産褥期と申しますが、そういう間をケアするセンター、そこでは授乳の指導からお母さんが体の疲れを癒して、あるいは相談があれば育児の戸惑いも相談できるような産後ケアセンターというものをぜひ各地に作るべきだという提案をいたしております。根本大臣伺いますが、実は厚生労働省の母子保健事業の中でも一部この取り組みをしておりますが、この取り組みは母子保健事業の中では特定妊婦さんとかハイリスクとか、わざわざそういういわば監視、頭がつくんですね。で、受ける側にとってみたら、あなたは特定妊婦よとか、あなたはハイリスクよと言われたくはないのです。ユニバーサルにどんな出産もやっぱり大変なんです。楽な出産なんてないんです。だったら誰もが使えるような施設にしてはどうかというのが野党側の提案でまとめたところです。もちろん先般生育基本法ができて、与党の皆さんもこの必要性を共感していただいて、これから法制化ということも進むことを期待していますが、今私が申し上げたことに大臣のご所見を伺います。根本厚生労働大臣。出産後に母子の心身に対するケアを行うことにより安心して出産子育てができるようにすることが重要であります。厚生労働省では退院直後の母子の心身のケアを行う産後ケア事業を推進しています。本事業は産後ケア事業、これ平成26年度にモデル事業として一部開始し、平成27年度以降予算事業として実施をしております。これまで旅館業法との関係のガイドラインを示し、あるいは平成29年度には調査研究事業を実施し、産後ケア事業の現状や課題などを把握してまいりました。失礼します。今後は平成29年度に行った調査の結果や事業の実施状況を踏まえつつ、事業推進のために必要な方策について検討していきたいと思います。安倍さん。私は100の議論よりも本当にお母さんと子どもがほっとできる空間、居場所、支え、これをまず作っていただきたい。今日本は少子化と言われておりますが、いろいろなこの社会自身が母性、子どもを産み育てるその人に優しくないんですね。なんといってもここが大きな問題だと思いますので、ぜひユニバーサルに誰でも利用できるんだと。あなたのお産を国は支えます。あなたの産後を国は支えますと言えるような政策を打っていただきたい。ちなみに、ミヤちゃんのお母さんも、下の子を低体重で産んで、そしてその時から DV はあって、私はもしね、産後ケアセンターがあったら、お母さんはその空間で、体を癒しながら心を開くことができたかもしれないと思うのです。ぜひよろしく前に進めていただきたいと思います。では引き続いて防衛省にお伺いいたします。この委員会でも何人もの方がお取り上げでありましたが、いわゆる自衛官の募集ということに関しまして、実は自衛官の募集を定めているのは施工規則というもので、これが昨年
18歳から27歳未満としていた採用を32歳へと引き上げられました。まあ、このことに関連して、自治体の理解ですね。ありがとうございます。実は、募集の年齢が引き上げられたことが、自治体がの住民台帳を閲覧して今送っているダイレクトメール、その閲覧対象を即拡大することではありませんよね。防衛大臣どうでしょう。防衛大臣岩屋武さん。先生が配っていただいた資料にありますように、自衛隊法第97条、また、施行令第120条に基づいて、防衛大臣は地方自治体に隊員募集に必要な資料の提出を、いただいております。で、多くは就職や進学など将来の進路を決定する時期にあたる18歳から22歳の方々の、氏名等の4情報に関する資料の提出を、いただいているわけで、ございます。で、まあ、これはダイレクトメールの送付に活用しております。で、今、先生ご指摘あったように、昨年10月ですね、まあ、募集環境もなかなか厳しいということもございまして、採用上限年齢を26歳から32歳に、引き上げたところでございまして、法令上はですね、そういった対象となる方々に関する、資料の提出は、お願いすることはできるんですけれども、まあ、26歳から32歳ということになりますと、通常はですね、一度、社会に出られて、現在もまだ働いておられるという、方が多いと思います。従いまして、まあ、ダイレクトメールを送付するよりも、民間の転職サイトの活用や、転職者向けの就職説明会、などを開くことの方がですね、募集広報上効果的であるというふうに、考えておりますので、このことによって地方自治体から提供いただく情報の範囲がですね、大きく拡大するということは、想定していないところでございます。安倍さん。はい。まあ、今、岩屋大臣は想定していないっておっしゃいましたけれど、現実には起きておりますけれど、ご存知でしょうか。私は質問取りの時にね、じゃあ、現実に各地方、地域の防衛協力協会がお出しになっているものを、何歳までのものを要求しているか、実際にご存知ですかって私は伺ったんです。そしたらそれは各地でやっているから、ご存知じゃないようなんですが、大臣、今おっしゃったような基本方針はね、節目の、まあ、18歳や22歳に、それも自治体にお願いをしてですね、個人情報保護法の住民台帳基本法の、その、様々な制約の中で4条件を、まあ、書き写すというのが原則であって、闇雲に32歳まで拡大だから、あの人にもこの人にもその人にもダイレクトメールを送ろうというものではないと理解しますが、しかし昨年のその施行規則の改正に伴って、それをそのようには理解しないで、情報を出してほしいという書面を出した自治体がございます。そのことはご存知でしょうか。岩屋防衛大臣。多くはですね、先ほど申し上げたように、18歳から22歳の方々に、情報といいますか、資料を提出していただいているわけですが、まあ、ところによってはといいますか、地域によりましては、そういう、対象の方々の、人口がですね、まあ、非常に、少ない、地域などもございますので、まあ、そういうところについては、もう少し、年齢幅を持って、ダイレクトメールでお知らせをしているということは、ところがあるということは承知をしております。安倍さん。今のような、まあ、大臣実は、本当のところ、詳細には、把握はしておられないんだと思います。私がいただいたのは新潟市の例で、それは書面での提出を要求し、32歳。
まででありました。で、寄せられた新潟市の方はですね、じゃあ32まで書き写しに来てくださいと言いました。ところがたくさんあって実際に書き写しきれないということで、そこまでは至りませんでしたが、私は二つの意味で問題があると思うんです。施行規則の改正が即募集年齢のダイレクトメールにの要求に結びついてしまっていること、これはね、こういうことをやると実はダイレクトメールがいろんな人に来て、あ、自衛隊ってこういう形で何でもかんでも、正直言ってこの言い方変ですけれど、募集してるんだと受け止められかねません。もともと先ほどおっしゃった高校卒業とか大学の卒業時にですね、選択肢の一つとして選んでいただきたいという思いでなさっている。そしてそれも基本台帳を書き写すということで進んできたわけです。でも施行法が改正されたことの理解が、じゃあもっといろんなところにこれを送ろうというふうになったのも事実で、ここはよくね、大臣としてご理解していただきたいです。それは私は自衛隊にとってもマイナスだと思います。本当にその仕事に自分が志持ってやっていただかないと困る仕事です。そしてそれが誰彼にダイレクトメールが来たと思われたときには、あ、よっぽど足りないのかとか、そういうふうになります。私はね、これは本当に大事なことなので、徴兵ではないのです。それから誰彼ではないのです。本当に意識のある人によく理解してもらって、応ずるなら応じてほしいという思いが伝わるようになさった方が、結局私はうまくいくと、っていうかうまくいくって変ですけれど、いい人材が集まると思いますので、ぜひ私の今ご紹介した新潟の地本の例ですが、まあ、あったことは申し添えておきます。合わせて私がずっとの初当選以来取り上げております自衛官のいじめ自殺問題でお尋ねをいたします。私は選挙区が神奈川で、横須賀に海上自衛隊が おられます。で、まず1999年に佐世保で、沢切りという護衛艦で起きた、まあ、自衛隊の自殺、これも後々パワハラ、いじめとパワハラだったとわかりますし、2004年に横須賀の立ち風で起きた事件、これはずっといじめではないとおっしゃってたけれど、隊艦内にアンケートを取ったらいじめの実態が浮かんできた。このアンケートもないことにしてたけど出てきたと。で、次に2014年にも同じようないじめ事案があって、この時には川の、自衛隊のトップがですね、会見もされて、こういうことはなくそうと。そうしたらまた去年の2018年の9月に、時はという護衛艦の中で起きたいじめ問題があって、この場合は艦長がパワハラを行ったんだという処分を受けました。一体どうすればこういうパワハラ、いじめ、自殺の連鎖を本当に断ち切れるのか、防衛大臣としてのご所見を伺います。岩屋防衛大臣。はい、今先生からもご紹介いただきましたが、海上自衛隊におきましてはですね、これまでもいじめによる自殺事案が発生をしてまいりました。防衛省としてはですね、そのような痛ましい事案を起こさないように、平成28年にパワハラ防止に関する訓令を策定をし、またパワハラ防止教育や通報相談窓口の設置等を行ってまいりました。まあ、そのような中で今般補給艦時和の事案が発生したことにつきましては、大変深刻に受け止めているところでございます。本事案につきましては、上司からのパワハラや業務のオーバーワークが複合的に影響したものと考えておりますが、かかる事案を根絶するためにしっかりと実効性のある再発防止策を講じていきたいというふうに思っております。
例えば官庁等のポストに配置する前にハラスメントの傾向や兆候がないことを見極めた上で適任者を配置すること、あるいは上級部隊の指揮官がパワハラのリスクを把握した場合は事故が発生する前にパワハラの加害者または被害者の配置転換を、行うこと、あるいは第三者からの通報が重要で、あることについて意識改革を行うとともに、ホットライン等の相談通報窓口の活用できる環境を構築することなどをしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。安倍さん、はい、そのようにご答弁されても、じゃあこの時和で自殺された方はホットラインを活用されたでしょうか。実は平成28年4月に三幕僚幹部すなわち陸海空の幹部にホットラインを設けて、ここにいろいろな問題を寄せてくれっていうのがすでにできている中で起きているんですね。もう私はね、いくらもうずっとこの問題も正直言って取り上げてるんです。ことが起こる都度で、その都度ホットラインができましたな。でももう統合幕僚幹部に陸海空最高のところにホットラインができて、なおかつ全然機能してないのではないかと、私は本当にこれ深刻なんだと思います。おまけに大臣はご存知か、この処分を受けた官庁は防衛大学校のご出身でした。防衛大学校といえば幹部を育成する本当の意味で人権をしっかり学んで、間違ってもいじめやパワハラをしてはならない、それはリーダーがそのような資質を持っていれば部下も以下全部そうなるからであります。私はもう以前から海外にございます、まあ軍事オンブズマンと申しますが、特にドイツが有名ですが、議長だった人が退職された後などによく疲れて、あらゆる自衛官がそこに声を上げられるというのは、上官の命令でもこれはいいことではないと思ったときに、もしその場で自分が反抗すれば服務命令違反になりますね。でもそうでないこともあるかもしれない。私は実力組織こそ本当の意味の透明性と、そして人権感覚と持っていないと危険なんだと思うのです。防衛大臣にお願いがあります。この軍事オンブズマン制度、ぜひ、私は何回もこれ聞いてますので、じゃあいろんなところに人を送って情報を収集して、諸外国ではどうやってるか見てみましょう、等々のご答弁は都度あるのです。でも何も一歩も進んでない。で、自殺事案ばっかりが増えていく。そんなことしたら若い人、自衛隊に行きたいと思わなくなると思います。そういう報道が後を絶たなければ、やっぱり本当に希望に燃えてみんな入るんです。だけどいじめで自殺しちゃう、そういうことばかりが目につくようになれば、結局本当の意味で不幸だと思いますので、この軍事オンブズマン、岩屋大臣はもしかしてご存知かもしれませんが、各国にすでにございますので、ぜひご検討いただきたい。もちろん自衛隊は軍隊ではありません。だけども組織された実力部隊とか、力の統制がなければやっていけない組織に起こりがちなパワーハラスメントっていう構造は私はあると思います。だからこそ十分にそこを見ていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょう。岩屋防衛大臣。先生がですね、従来から部外の公正中立なものをオンブズマンとして任命する制度の導入を提唱されておられるということは承知をしております。そして私も以前にですね、ドイツに伺いましてですね、その軍事オンブズマンの制度について、学んだことがありまして、現役のオンブズマンの方にもですね、会ってお話を聞いてまいりました。もちろん部外のその、部内のその隊員の相談窓口という役割も、もちろんあったと思いますが、
ドイツの場合はその軍の中のあらゆる情報にアクセスができてですね、法令にのっとって、隊の運営がしっかり行われているかということも含めて、見るという役割を持っておられたというふうに記憶をしております。で、自衛隊の場合、どういう形にするとですね、そういうような仕組みが、うまく、活用できるのかということも含めてですね、ぜひ検討をしてまいりたいというふうに思っております。安倍さん。はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。優位な若者を、志に燃えてきた人たちを一人たりとも死なせることのないように。ここで恐縮ですが、麻生大臣はすべての審議過程をお聞き及びでありますので、私から一点お願いがございます。実は私は昨日内閣委員会で、企業主導型保育について質疑をさせていただきました。安倍総理の肝入りのもとに、待機児童対策として、マックス3000億円までの企業拠出を求めて、いわゆる企業主導型保育所を中心に充実させていくという施策でございます。しかしながら、この委員会でも、後ほど早稲田委員もお取り上げいただきますが、この企業主導型保育園が突然に閉園されたり、補助金2年も受けて3年目に開くと思ったら、1日も開かずに閉園されたり、過剰な補助金を要求して、それが要求通りに入っていたり、おまけに譲渡といって、一度作った保育園を、まあ、転売ではありませんが、よそに譲ってしまう。もうこれが、わずか3年足らずで分かっただけでも28件ございます。私が昨日問題にいたしましたのは、これは年金特別会計に子ども子育て勘定というものが作られて、そこに入っていくお金なんですが、特別会計であるがゆえに非常に分かりづらい。初年度に一体いくら使って、いくら残って、そのお金がどこにどういう形で次に渡されているのかも見えません。私はもうこの3日ほど内閣府にもずっと資料を要求し、一つはいくら、どのくらい潰れちゃったのとか、誰がいくらで買ったのとか、だって普通補助金が入ったもの、それは企業が出されたといっても国の特別会計に入れば国の補助金です。それをもらって人に次売るなんていうことが横行するようになったら、私は本当の意味の社会の健全性がなくなると思いました。そしてこのことで各々の会計年度のきちんと決算、そして繰り越し見せていただきたいと申しましたが、今日に至るまでいただいておりません。そして予算審議は終わってしまう、やに言われています。大臣の指揮のもと、これをきちんと出させていただきたい。なぜなら今、企業側は年に5回くらい内閣の子ども子育て担当の宮越大臣とお話をされて、特に中小企業の皆さんは、また保険料率が上がるの？本当に適正に使われてるの？だって、毎年自動的に上げてってるんです。それで実際を見ると、言われただけ作られてなかったり、お金余っていたり、私はこのままそれを進めるべきではないと思います。いくら安倍総理の肝入りで、待機児童対策でと言われても、企業主導型保育は現在、0から2歳だって 75% しか埋まっていません。そうなると、ニーズの読み違い、そしてお金の無駄遣い、おまけに不正な使用、この3つあれば、私は国との信頼性を失うと思います。今日大臣へのお願いは、内閣府にきちんと資料を出させていただいて、予算委員会の終わるまでに、これを私どもが論議する場を作っていただきたいが、いかがでしょう。財務大臣麻生太郎さん。全く質問通告をいただいていませんから、いきなり言われて、いきなり返事しろって言われても何とも難しいんですが、特別会計とはいえても、国のあれが入るのははっきりしておりますので、そういった意味ではきちんとした対応というものをやらせていかねばならんということだけ確かだと思います。矢部さん。
では委員長に今麻生大臣のご答弁ですので、しっかりはっきりしたものをお出しいただくよう、そしてそれなくしては予算委員会質疑は終われないということを申し添えて、理事会でよろしくご協議ください。ありがとうございます。五国理事会で協議いたします。これにて安倍さんの質疑は終了いたしました。次に奥野総一郎さん。委員長。奥野さん、国民民主党無所属クラブの奥野総一郎でございます。それでは午前に引き続いて、我が党、統計の問題をさせていただきたいんですが、私は樋口委員長を今日要求しておりました。せっかくですね、追加報告書が出て今日、集中審議ということなんですが、集中審議もこの一般審議も重みは変わらないはずなんですよね。せっかく午前中お越しいただいているんですから、体調の問題でもない限りはですね、午後もしっかりお付き合いいただいたい。姉崎さんにしてもそうでありますけれども、もうできるだけですね、これだけ、問題になっているわけですから、民間の方であるも方でも民間であってもですね、とにかく都合のつく限りご協力いただきたいと改めてお願いを申し上げておきます。で、まあ、その上でね、そもそも樋口委員長にと思った質問でありますけれども、通告の際に申し上げておきましたけれども、きちんと対象の方あるいは委員長から聞き取りをして、明確にお答えいただきたいと、委員長でなければ分かりませんというお答えは厳に慎んでいただきたいというふうに思います。それで、ですね、まずですけれども、本日日経新聞の朝刊にですね、委員会昨日今朝、一昨日それから昨日揉めたんじゃないかという記事が出ておりました。26日の深夜ですね、組織的隠蔽を認定するかどうかをめぐる大詰めの議論のさなかに、監察委員の2人の委員が途中部屋を退出して戻らなかったと。あるいは27日午前の最後の会議でも、このうちのお一方は途中退出をして、されたということなんですね。で、さらに、記者会見、午後の記者会見で、組織的隠蔽は認められないとの判断が全員、委員全員の一致なのかと問われた荒井委員長代理は、合議の内容に関わる、言及すべきではないと言葉を濁したと。で、記事は一部委員の反対を押し切って、隠蔽なしとの結論が導かれた可能性は拭えないと、こう書かれているわけであります。午前中ですね、樋口委員長、聞いておりましたけれども、隠蔽についてはグレーだというところまで、踏み込んだ答弁をされていました。しかし一方、この委員会のについては、大串委員の方から全会一致なのかと問われて、全会一致だったと、こう答えられていますが、この辺の事実関係ですね、この記事は全くじゃあ、事実に反するのか、それともですね、例えば、退出された委員を抜けてその場にいた方が一致したのかですね、きちんとした合意が本当に図られたのかというのを改めて、これ、この報告書の正当性に関わる問題ですから、改めて伺いたいと思います。厚生労働省大臣官房長、城塚由美子さん。お答え申し上げます。まずご質問の日経新聞にありますの一部委員が会議中に退出をしたかどうかという事実、このあたりの事実につきましては、委員会の中での議論は処分につながるものであるということで、非公開を前提としておりまして、議事進行の詳細についても開示することは適当ではないと、どこで委員が退出してということを開示することは適当ではないと考えているところでございます。で、委員会においては大忙しい、ね、先生方に連日集中的にご議論いただいているところでございまして、一般論としてご都合によって途中参加あるいは途中再出というのは当然あるところでございます。その上で報告書でございますけれども、委員会
委員の間で徹底したご議論を尽くしていただき、全員の合意のもとで報告書が取りまとめられたものであると承知しております。なお、このご質問については奥野先生の方から委員長に確認をしてという明示的なのあらかじめの話がございましたので、委員長にも内容を確認した上でこのように答弁をさせていただく次第でございます。奥野さん、今全員が一致したということなんですが、全員が出席をしてこの内容についてよろしいということで、全員の意思が一致したということでよろしいんですね。もう一度確認をします。厚生労働省、城塚官房長。全員の合意のもとでということで、本日大串先生からの質疑で、委員長からも答弁ありましたとおり、全会一致で確認されたものということでございます。奥野さん、これね、先ほど非公開でとおっしゃいましたけれども、後ほどこの議事録ですね、各検討会の取りまとめの経緯、議事録については取りまとめされるんでしょうか。これ公表すべきだと思うんですけれども、これ公表するということになれば、いずれ明らかになるわけですよね。誰が出席をして、どういう発言をしたか、あるいは、この最後の取りまとめの場で誰がどういう意見を言ったかというのを明らかにすべきだと思うし、いずれ明らかになるわけだとすれば、今の発言ですね、もし違っているということになると後々大変なことになると思うんですが、改めて確認しますが、議事録を公開するのか、そして全員が出席をして、そして、その場で全員が了承したということでいいんですね。厚生労働省、城塚官房長。お答え申し上げます。先ほども申し上げましたが、この委員会でございますが、処分につながるものが含まれるということで、非公開を前提としている委員会でございます。従いまして、議事録等についても公開はしないという予定と聞いているところでございます。なお、全員の合意のもとでというのは、これは間違いのない事実でございます。奥野さん、改めてですね、これじゃあ、党委員会にですね、この議事録、検証過程の議事録の提出を求めたいと思います。午後区理事会にて協議いたします。奥野さん。それでは、次に行きますけれども、もう一度だけで確認しますが、全員出席したんですねというところを再度確認する。で、その上で、次の質問に行きたいと思います。はい。厚生労働省、城塚官房長。大変申し訳ませんが、具体的に全員出席したのかという通告を受けておりませんでしたので、今、確認できませんし、いずれにしても、議事進行の詳細について開示することは適当ではないとお考えているところでございます。ただ、全員の方が合意している、これは間違いのない事実でございます。奥野さん、その場にした全員ということですね。これ通告しないで記事が事実かと言ってるわけだから、一人退出したと言ってる、この通告の範囲に入ってると思いますよね。じゃあもう一回、だから改めて、じゃあ全員出席かどうか通告してますよ。これ通告してる、ちゃんと書いてある。はい。厚生労働省、城塚官房長。お答え申し上げます。その時の会合の出席状況については、お答えできませんと申し上げているんですが、出席した委員だけの合意ということではなくて、すべての構成員の合意で、報告書が取りまとめられているというものでございます。い聞いているのは、そうじゃなくて、全員出席しているのかどうか、その上で、その場で採決が取られたのかということを聞いているわけですよ。それには答えてないじゃないですか。あんまりここで時間を使いたくないですが、早く答えてください。じゃあ、厚生労働省、城塚官房長。大変申し上げありませんが、そのような具体的な通告はなかったというふうに考えております。
ちょっと委員長止めてくださいよ。これ新聞の中身を聞いてんだから。私が示してから、質問をしてください。奥野さん、どうぞ。通告がないっていうのはちょっと聞いて、いや、記事の中身をについて事実かと聞いてるわけだから、記事は退出したと書いてあるわけですよ。当然そこについて、もう一度奥野さんから確認の質問がございました。厚生労働省上塚官房長、再度ご答弁をお願いします。厚生労働省上塚官房長。日経新聞の記事では一部委員会議中に退出という記事となっております。で、このことについて事実かどうかというお尋ねだったと認識しておりまして、で、この一部委員が会議中に退出しているかという、議事進行の詳細については委員会の中での議論は処分につながるものであるから非公開を前提としていて、これを開示することは適当ではないと、そういう判断を委員会としてされていると聞いているところでございます。いや、これね、誰が退出しましたかとか、そういうことを聞いて、委員長、すみません。誰が退出しましたかとか伺ってるわけじゃないんですよ。全員揃ってましたかというだけなんですね。中身に全然関わらないじゃないですか。なぜそれは答えられないんですか。はい。そっき止めてください。厚生労働省上塚官房長。大変恐縮ですが、先ほど申し上げたことを前提として委員長に確認をしたところでございますので、もしそれ以上のご質問があるようでしたら改めてそのことをお答えできるかどうか委員長に確認をしてから答弁をしたいと思います。いずれにしても通告についてはこの日経新聞のこの一部委員会議中に退席ということが事実かどうかという通告であったというふうに伺って、いや、じゃあ奥野さん、委員長に確認してくださいよ、こんな小的な話を。じゃあ、改めて、じゃあ、周知を求めます。それから、先ほど申し上げましたけれども、議事録をですね、やっぱり、委員会の理事会には出してくださいよ。ね。お願いします。改めて、五国理事会で協議をいたします。だいぶ、時間を経ってしまいましたけれども、大臣に伺いたいんですが、これ、隠蔽に当たるかどうかって議論をしてましたよね。で、虚偽陳述というのは、要するに嘘をついたということなんですが、じゃあ、意図的に嘘をつかなかったから、隠蔽に当たらないと、こういう議論なんですが、意図的につかない嘘、意図的につかない嘘っていうのが果たしてあるんでしょうかということなんですね。で、報告書の中にも総務省から変更予定があるかと聞かれて、すでに中止調査をしていると説明すれば、これまでの不適切な取り扱いの説明に窮することから事実を正直に言い出せずということを意図的に隠してるんですよね、これね。大臣の見解を伺いますが、これ、隠蔽に当たりますよね、明らかに。どうですか、責任者として。厚生労働省、根本匠さん。これは先ほど委員長が説明してたと思います。これはあくまでもね、特別監察委員会の調査結果報告書の中身ですから、これについて私がどう思うかということは、私は、やっていただいたんですから、私がここで答弁するというのは、私は差し控えたいと思います。あくまでも先ほど委員長がおられたんですから、で、委員長にお聞きになってましたよ。ですから、それは先ほどの委員長の答弁の通りだと私は思います。奥野さん。いや、でもね、これ、あれですよね、大臣は委員長に移植をして、答申をもらってるわけですよね。それはあくまで参考意見であって、大臣はきちんと判断して、しかるべき処分をすべきじゃないですか、必要があれば。委員長と大臣のどっちが偉いんですか。委員長の言うことは全部正しいんですか。常識的に考えてですよ、どう考えたってこれ、隠蔽じゃないですか。意図的に故意に隠してるわけですよね。ね、故意につかない嘘なんてないですよ。大臣、それじゃあ、あくまでこれ、隠蔽じゃないと、嘘をついてるけど、正しい嘘だと言うんですか。
根本厚生労働大臣。組織的隠蔽の疑いに関して厳しいご批判がある。これは私は真摯に受け止めたいと思います。しかし、報告書の記載内容、報告書は中立で客観的な立場からやっていただいた。そして、その報告書の中身については、合意で、有識者、メンバーの合意で、報告書がまとめられてますから、そこできちんとした議論が行われて、報告書がまとめられました。ですから、それはその事実に尽きると思います。奥野さん。いや、だって先ほどですね、委員長自身がグレーだと認めてるわけですよ。ね。で、しかも、今聞いたら本当に全員が一致して、これを認めてるかどうかもわかんないんですよ。その場に全員が出席して、きちんと合意に立ってるかどうかもわからないんですよ、これ。ね。で、そんなものを、大臣、これ正式な報告書として認めて、はい、そうですかと言うんですかと。大臣自身の責任につながってきますよ、これ。こんなもの。大臣の、判断、大臣の、見識は問われるんですよ、これ。根本厚生労働大臣。これはね、ですから、そういうご、指摘があった。これは私は、重く受け止めますよ。ですからしっかりと再発防止に努めて、そして統計部門をしっかりと新たな統計部門に作り変えて、そして厚生省のガバナンスを効かしていく。しっかりと厚生省の改革に取り組む。私はそれが責任だと思います。奥野さん。まあそうおっしゃるけど、大臣自身の責任の問題もこれあるんですね。20日目に私が大臣の初動が遅いんじゃないかと。マスコミにどんどん抜かれて、後手後手に回ってんじゃないかと。20日に聞いて、10日にですね、復元してないことは、新聞に抜かれて、ようやく11日に復元してないことを認められるわけじゃないですか。でね、その時も申し上げたんですが、本当に大臣これ、聞いておられるんですかね、報告を受けておられるんですかね。これ、この、先日大西前統括官に伺ったんですけれども、1月22日付の報告書ではですね、政策統括官 J、これ大西統括官が厚生労働大臣に、東京都の、規模500人以上の事業所が調査計画と異なり中止調査になっている旨の一報が政策統括官 J から厚生労働大臣になされたとあって、復元されてないことに報告したということは、前の1月22日付には書かれてないんですよ。で、じゃあ今回、どう書かれているかということなんですけれども、変わってんですね、記載ぶりがね。資料1の丸5をご覧いただきたいんですが、線を引いてありますけれども、厚生労働大臣に対して上記事実に関して報告がなされたのは同月20日であったということで、じゃあ上記事実は何かってよくわからないわけですよ。これわざわざ書きぶりが変わってるんですよね。上記事実は例えば、18日は、中止調査。19日は復元処理をしていないことも含めて。上記事実って何ですかということ、書きぶり変わってますよね。これ、何か意図があるんですか、これも通告してますよね。厚生労働省、城塚官房長。12月20日に大臣に対しての報告でございますが、これは以前からいろいろな方から答弁があるとおり、抽出調査ということと、抽出調査の結果に必要な統計的処理を加えず、適切な復元処理を行わずに集計していたことの両方について報告がされたということでございます。で、追加報告書、今ご指摘いただいた部分でございますが、厚生労働大臣に対して上記事実に関して報告がなされたという部分の一つ前の文章には、18日には厚生労働審議官に抽出調査としていることについて、また19日には厚生労働審議官及び厚生労働事務次官に適切な復元処理をしていないことも含め、初めて報告がなされたという文があった上での厚生労働大臣に対して上記事実に関して報告がなされたということでございまして、今申し上げた2点が含まれるものとお考えでございます。奥野さん、この間総務委員会でも質問しましたけど、前の報告書は間違ってたということですね、記載がね。
そういう理解でいいですよね。前の報告書は間違ったから上書きしたってことですよね。厚生労働省、長塚官房長。前の報告書では20日時点で大臣に報告したというところで復元処理ということを明示的に記載はないですけれども、復元処理について大臣に報告がなされてないとも記載されていないということで、間違いということではないと考えています。奥野さん。いや、普通役人だったら党とか何とか書いてあるんですよ。これ結構正確に書いてあるのにここだけ落ちてるんですよね。だから実は大臣聞いてないんじゃないかと思うんですが、で聞いてたとしたら今度大臣の判断が問われるんです。聞いてるにもかかわらず1月8日の記者会見でなぜ復元されてないことを示さなかったのか、初動が問われるわけですよ。で組織的隠蔽の定義の中には、先ほどのね、虚偽陳述、過失レベルの下部組織の、組織的隠蔽というのも定義されていると。必要の件については、下部組織の組織的隠蔽に当たるんですけれども、厚生労働省自体だって、大臣がですね、これ、意図的に発表しなかったということも検証しなきゃいけないんですよ。大臣、これ、意図的に隠したんですか。で、もう一つ伺いたいのは、大臣がなぜ、今回のヒアリングの対象になってないんですか。組織的隠蔽を検証するんであれば、まさに組織的隠蔽の定義の中に、厚生労働大臣という名前が入ってるんですよね、これ、資料の中に。なぜ大臣に対するヒアリングをしなかったのか。これがまさに客観中立性が問われてるんじゃないですか。客観的中立性、中立的じゃないという証じゃないですか。いかがですか、大臣。本当に客観的中立なら自らヒアリングを受けるべきじゃないですか。なぜ受けなかったのか。そしてどうしてこれまでの経緯。大事なのはですね、13日以降の初動が遅いこと。これの責任も問われるべきなんですよ。予算飛ばしたんですから。予算の閣議決定出し直させた、前代未満のことをさせた責任は重いんですよ。そこの検証がなぜされてないのか。大臣の責任じゃないですか。根本厚生労働大臣。まず事実関係だけ申し上げたいと思います。12月20日に私は、大事なとこですよ、ここ。事案の一報を受けました。2点ある。1つは500人以上規模の事業所において全数調査とすべきところ、東京都において抽出調査を行っていたこと。抽出調査の結果に必要な統計的処理を加えず、適切な復元処理を行わずに集計していたこと。これが事実であります。そして、12月21日、つまりその一報を受けた時点では、事案の具体的な内容や影響が明らかになっておりませんから、そこは予算案との関係性を判断できる状況にはなかったので、徹底的に調査をしたと、調査をしろと私は指示をいたしました。それでもう一つ、私をなんてヒアリングをしないかということですか。責任者としてヒアリングを受けるべきですか。どういう立場でヒアリングを受けるんでしょうか。私組織のトップとして組織的隠蔽がなかった。ですね、お二人ともじゃあ分かりました、はい、きちっとやり取りしてください。ヒアリングの対象については中立的客観的な立場から特別監察委員会の判断でお決めいただいたものであります。そして追加報告書によると、調査によって明らかとなった担当の統計部長の消極的な対応や厚生労働事務次官や厚生労働審議官等からのヒアリング結果から判断すると、事務次官等の上層部から指示がなされたり、意向が示されたりしたと認めることはできないと、報告書でされてますから。そして、しかも、12月21日以降については、不適切な状態の是正に向けた動き、私は徹底的に調査しろと言ったんですから、これは調査対象に関する委員会の考え方から見て、特別監察委員会では、この12月21日、21日以降、私がヒアリングの対象かというお話なので、特別監察委員会では調査の対象として職員等へのヒアリングを実施する必要はないと判断されたと承知しています。奥野さん。これね、調査を委嘱してるのは大臣なんですよね。で、徹底的な調査をしろと言っていてですよ。抜け抜けなんですよ。今日ね、朝ベンチ、ウェイト更新の補正の話も出てましたよね。こっそり、ベンチマーク補正やってるわけですよ。そこについて、これ適正、
なぜ調査対象になってないんですか。ね、それから、12月13日以降、初動の遅れもなってませんよね。あるいは官邸の関与について疑われているのに、私、この前の時に言いましたよ。ちゃんと調査をして、明らかにしてくださいと。でそれこそが、まさに第三者制の証であるし、大臣のリーダーシップじゃないですか。ね、大臣の責任でこれ、しっかり究明しなきゃだめなんですよ。もう一回これ、やり直すべきじゃないですか、調査。こんないい加減な調査で。今日ね、官房長官お見えでありますから、お忙しいところ来ておられますんで、これで短くしてほしいんですが、調査ぜひやり直してくださいよ。これ客観性に問題ある。大臣も自らヒアリングを受け、ね、身の潔白を言うんだったら、それでちゃんと身の潔白を晴らしてもらい、それからこれだけ問題になってるね、ベンチマーク補正、これ統計の中身の問題ですよ。適切なやり方、検討が行われたかどうかって統計の中身の問題ですから、当然対象となるべきだし、きちんと、もう一度調査をやり直すべきじゃないですか。この報告書の最後にもさらなる検討について書かれてますよ。ね、ぜひ時間をかけてきちんとした報告を、最終報告を出すべきです。いかがですか。根本厚生労働大臣。私、探偵申し上げたいと思います。私が特別監察委員会でやっていただいたのは、この問題が起こってから、この原因、事実関係、そして動機、目的、認識、職員のね、これを監察委員会にやっていただいたということであります。それから、ローテーションシャンプリングや、あるいは500人以上の東京都の全数が3分の1が復元されたら、こういう事実関係は、実は私が就任する前の状況ですよ。それが一つ。それが一つ。それと、私が身の潔白という話がありましたが、なんで私が身の潔白を晴らさなければいけないのか、と、いや、これはね、実は私はとにかくこの原因、そして動機、認識、目的、そして事実関係、これは明らかにしてもらうのが特別監察委員会ということをお願いした。そして特別監察委員会は、客観性、そして公正性、公平性、こういうものを担保するために、我々は監察チームで、有識者と公正省が一緒になっている、やつをこれは独立して有識者だけでやっていただこうということでお願いしました。さらに特別監察委員会はその後さらにいろいろなご議論がありましたから、事務局長を新たに3人の弁護士事務局入れてさらに独立性を高めて、ですから私はきちんとした報告書を出していただいたと思っております。はい、奥野さん。やり直しを再度求めますし、もう一回集中審議をね、予算の終わった後も、というか、終わらなくても、明日でもいいんですけども、もう一回集中審議を、求めてまいりたいと思います。ちょっとあまりにもひどいですよね、これね。菅長官お忙しいところすいません。ちょっと通告しないんですが、米朝、ノーディールだったという速報がない。今、会見やってるんですが、ちょっと私も見れないんですが、これについてどういう状況か、連絡が米国政府からあったのか、それから評価ですね。これ、下手な情報をトランプがするんだったら、ノーディールの方が良かったんじゃないかというふうに私も思いますが、政府としての評価、それから今後の日本政府としてどういう対応していくかということをちょっとね、通告をしてませんが、お願いしたいと思います。内閣官房長官、菅義偉さん。途中からいろんな情報が入ってきてましたけど、まだ会見中なのかなというふうに思っています。ですから全体映像がですね、明らかになってない中で発言することは控えたい、こういうふうに思います。奥野さん。米国政府からは何らかの一報はあったんでしょうか。菅内閣官房長官。日本の局長も現地に出してますし、複数行ってますんで、逐次情報は来てます。奥野さん。国益に関わることですから、しっかり対応をお願いしたいと思います。それから今日もう時間もなくなってきましたが、先日ね、2月12日の日に記者会見の模様で、長官熱弁を振るっていただいたんですが、もう よしとこうと思ったんですが、また長官がですね、あなたには答える必要がないとおっしゃったという過激な発言をされたというニュースが流れてきて、先ほど安倍委員にも答えておられたんですが、ただ私もネットで見ましたよ。で、まさにネットだから前段が分かんないんですね。流れてるのはあの日の午後の記者会見が流れてる。あれを見ると、彼女は確かに彼女と言った東京新聞の方は確かに質問をしているように質問をしています。一つは、
文書の注意を他の社にもしたのかという話、それからもう一つは記者会見の場というのはどうお考えかという質問を確かにしているんですね。長官は午前中何度も聞かれているからとおっしゃるけれども、そこだけ切り取ってみるとちゃんと質問しているというふうにみんな捉えると思うんですよ。だからネットだから、不正確な発言をするなとおっしゃるけれども、ネットだからこそきちんと丁寧に長官対応すべきだと思うんですよね。だからああいう、あなたに答える必要はないというのはそこだけ取るとですね、私は非常に、報道の自由を制限しているように捉える方も多いと思うんですよね。だから不発言にはぜひ注意をしていただきたいというのが私の思いなんですね。だからやっぱりもう僕は菅長官は官房長官の歴代官房長官の中で本当に優秀な官房長官だと思っていますが、だからこそ丁寧にメディアに対応していただきたいというのが私の思いなんですが、いかがですか。菅内閣官房長官。まず官房長官の記者会見についてはこの間質問がありましたので、省かさせていただきます。でこのことはまさにネットで、ライブで日本だけでなく世界にもですね、この会見行ってますから、その中でですね、やはり事実に基づかない発言はすべきじゃないというふうに思ってますし、記者個人のですね、意見や主張を長々とやるべきではないというふうに思っているんです。それで今まで、いろんな申し入れ書を出しました。簡潔に申し上げます。例えば文科省と記者会の事前の合意を破って公表前の情報に基づく質問した、いわゆるエンバーゴ破り、さらに私が国連人権委員会特別報告者の面会依頼をドタキャンしたと言われたんです。実際面会依頼なかったんです。あるいはまた質問に入る前に個人的意見主張を述べ続けてましたんで、それに申し入れについてですね、東京新聞から記者会見の場で官房長官に意見を述べるのは当社の方針ではないという回答もいただいています。また午前中の会見で私が述べてなかったこと、会見の中で個々の相談記録は個別に答えないという長官話してましたけど、これについてどうですかというような質問です。私は発言してなかったんです。これは明らかに事実と違ってますし、これは東京新聞からも記憶に基づいて発見したため言い間違いだったという答弁がありましたし、官房長官、質問時間が終了しておりますので、はい、簡潔にお願いいたします。いずれにしろこの記者会見というのはですね、政府の公式見解、そして政府の考え方をですね、皆さん記者の皆さんから質問いただく中で説明をする極めて重要な場だというふうに思っておりますので、丁寧にこれから説明をさせていただきたい。このことには全く変わりありませんけれども、やはり事実に基づいての発言、そしてその意見とか自分の主張を長々とすることはやはり避けるべきだと思いますよ。奥野さん、みんな見ておられますから丁寧にと、報道に支障を招かないようにくれぐれも気をつけていただきたいと思います。どうもありがとうございました。これにて奥野さんの質疑は終了いたしました。次に宮本徹さん。